ノーベル平和賞の選考が行われるノルウェーノーベル研究所、ノーベル研究所の会議室受賞式のあるオスロの視聴者ノルウェーノーベル委員会は、ノーベル平和賞を選考する機関であり、ノルウェーの国会が指名する5人の政治家が選考委員を務めている。委員会は5人の委員とその中から選ばれる、代表者からなる。ノーベル研究所の所長が委員会の事務局長を務める。 ノーベルは、ノルウェー人のみがこの委員会の委員になるべきとは、指示していない。ノルウェー国会は、1905年6月にようやく、スウェーデンとの同訓連合を終えたところで、現実的に、委員会は、外国人をその中に加えるということは、想定していなかった。これまでのところ、ノルウェー人以外が選出されたことはない。委員は5人の委員と3人の予備要員を再選の、 可能性込みで6年間の任期で選出する。1977年により、現職国会議員の委員への選出を取りやめ、それを受け、委員会の名称も、ノルウェー国会ノーベル委員会から、ノルウェーノーベル委員会に変更されている。会議の議事録は作成されず、異論の出るような決定においても、いかなる弁明もしない。2015年から3年間の委員は、下記の通りである。 ありがとうございます。